ヨーロッパ南天天文台はヨーロッパ14カ国及びブラジルが共同で運営する天文観測施設である。1964年に設立された。チリにある天文台を運営している。本部はミュンヘン近郊のガーチングにある。ラシア天文台、パラナル天文台、チャナントール天文台が主な施設である。大型の観測装置を運用するためには、 巨額の資金が必要である。最初の加盟国は、ベルギー、フランス、西ドイツ、オランダ、スウェーデンが設立に、関する条約を締結して設立。天体観測を行う上で、南半球部での観測が遅れており、大型の観測装置がなかったため、銀河系中心部や銀河系の共銀河である、大マゼラングも、小マゼラングもなどの観測を行うことが難しかった。 それらの天体観測を行い、銀河系の誕生の謎や、南半球における天体観測を強化することを目的に設立されたものである。その後、英雄理事会での議決、承認によって、14カ国に3カ国が増えた。英雄設立後、オーストラリアに国立天文台ができたことで、南半球部における天文台が増えた。これらの機関によって、 銀河誕生の謎などの解明に向けた研究がさらに推進されることになった。以降、加盟国を増やし、新しい天体観測施設を建設し、現在に至る。現在は欧州連合の支援のもと、欧州中央天文台条約を締結している。運営は参加国体等で行われている。 参加各国の中央天問台に相当する組織が拠出する資金及び研究者の連合組織として運営が行われている。天の川に向けてレーザーガイドを照射するパラナル天問台の望遠鏡。ありがとうございます。